こんばんは。お疲れリーチです、こんばんは。多分リーチです。え、待って、本当にちょっと待って、また壇上いないんだけど、え、そういう仕組みになったの、ショールームって。もはや今日も相変わらず壇上には誰もおりません。もうなんかいいやもういいよ。ルパンさん待ってたよ、ありがとう。こんなのなんか新しいのでも始まったんですか。待ってたよ、初めて見たよ。あとは、え、くまねパパさん、なんかかわいいお花ありがとう、かわいい。新しいやつなんですかね。そう、また壇上いないの、もう最近ずっとこうなのよ。こう見ると寒そうですね。ってそう、確かに結構もう寒い。これはこうなるんですよ。なんかさ、カティちゃんっていうさアイドルがいるんだけど、その子がさ、なんかで着てたトラックジャケットにめっちゃすっごいなの。でもトラックジャケットじゃなくてゴリゴリジャージなんよね。エコさん、だるまありがとう、こんばんは。ラベさん、かわいいお花ありがとう。なんだろうこのお花、何のお花だろうね。シチューに夢中さんでいちです、お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様でした、今日も一日。でち姫待ってた、本当にちゃんと待ってたか。ゆうさん、お花たくさんありがとうございます、かわいい。マットさんもお花ありがとう。ゆうさん、こんばんは、こんばんは。くまにパパさん、待ってたよ、たくさんありがとう。ありがとう、たくさん。なんかさ、もう見れないのがもったいない。星も集まってこないし、皆さんがギフト投げてくれても映らんから、ここには出るんだけど、表示されるんだけど画面には映らんくてさ、もったいないです、なんか。ラベさん、お花たくさんありがとう。再インストールね、したいよね、これでもなかなか治らないですね。ビンゴの亀さん、多分リーチさん、ありがとう。トナヒトさん、お花ありがとう。ジャージかっこいい、本当にかわいいでしょ。自分もこのジャージ好きです。バレー部のマネージャー感、確かにそう言われればなんだかそんな気もしてきました。確かにマネージャーやってそう、マネージャーとかね、やってみたかったよね。ちょっとなんか憧れる、マネージャーとか。似合う。夜は寒いよね。そうなんですよ、夜はもう寒くって困る。最近の夜はもうしっかり寒いです。トウモロコシさん、魔女の帽子ありがとう。シチューに夢中さん、待ってたよ、ありがとう、こんばんは。そうよ、カティ、カティちゃんって、そのカティちゃんです、カシカティちゃん。あ、壇上も見えるか、あれ、見え、壇上は見えないけどさ、電話切った瞬間さ、星もさ、みんなが投げてくれたさ、いろんなブーケとかなんとかかんとかみたいなギフトも見れるようになった今。あ、コスモスなんですね。コスモスありがとうございます。北の人さん、首は長くしてお待ちさん、首は長くしてお待ちしておりますだって、お待ちしておりますだって。本当リエ、本当リエも早く配信、リエも早く配信したかったので、したかったので、今日も急いで、今日も急いで帰ってきました、帰ってきました。リエピウェイだ、リエピウェイだって、ウェイやって、ウェイやだ、やだ。
活した。今全部見えてるわ。壇上も出てきたし、ギフトも見れるようになったし、ありがとう、よかった。本当に最近ほとんど見れなかったからさ、よかった。壇上も復活しました。翔太さんバレーしてたのなんて、違うよ、バレーのマネージャーの字に見えるねって。ひろさんこんばんは。サインストールは容量減るので、あ、そうなんだ、そうなのね。みさみさん、ジャージもリーチも可愛いだって、ありがとう、みさみさん。ジャージですよ。そうだね、パスワード忘れないようにしないとね。え、みやっち、なにこれ、なんて書いてあるのかわからんな。どうやって、なんだこれ、なんて書いてあるの。お元気、お元気、お元気なんかあんの。お元気ですよ、元気。ありがとうみやっち、お元気、元気ですよ。みやっちはちゃんと元気に過ごせてるかな。こんばんは。翔太さん、リエの個人マネージャー、え、もうむしろお願いしたいですよ。イシケンマシンさん、ブーケありがとう、よかった、見れるようになって嬉しい。やっぱこうじゃないとね、変な感じが、なんか寂しかったんですよ、めっちゃ。壇上もいないし、キラキラも何にもないから。ネコさん、ティッチでマネージャーになってもらいたかった人生だって。おー、いいですね。何部。お疲れ、エッチです。マトロさん、ハートありがとう。タパオさん、待ってたよ、ありがとう。ガティさんはリーチの頃、それね、私もめっちゃ好きで YouTube とか見てた。待って待って、なんかかゆい。これどうなってるの。よいしょ。今日はメールが遅れてないからさ、今日メールあれだから、だからちょっと早めに終わらせてメールを送りたいなって思います。何分に終わらせようかな、だからメール送りたい。今何分だろう、ちょっと見ます。よいしょ。今、あ、でも言うてもう9時半か。じゃあ50分ぐらいに終わりにしますね。昨日配信見てた人。そうだね、確かに昨日はね、なんかねちょっとね、いろいろね。でも今は大丈夫かな、大丈夫ってか自分的に落ち着いた気がします。どうだろうか、うん、なんかね。フルーツの盛り合わせのギフトよりもレイちゃんの方がとても綺麗。本当にありがとう、本当に。のんたんさん、お花ありがとう。コスモスか、コスモスだっけ、ありがとう。そうですね、ぜひぜひお話し会も皆さんまだ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 待っておりますので、会いに来てくださいね。正直11月4日が完売できなかったらもうどの日も無理な気がする。てかもうそれ以降。今日は朝から夜までずっとレッスンでした。ふう、疲れたよ。
ケイチ復活？なんかわかんないけど、復活ってかあんまり引きずっててもなーって思って、てかなんか意外とそういうそんな余裕がなかった、自分がそのことを引きずってる余裕がなかったです。次にもやることがあるから、そんなに気にしてる余裕がなかった、意外と。レッスン毎日ある方がいいかも、そういうの。ユニット3期生ユニット入るんかな、なんかそんな雰囲気1ミリも今んとこないよね。自分も気になるけどどうなんだろうね。そうなんですよ、なんかね、そう誰かも言ってたんだけど、忙しいとあのなんだっけ、病むってことは、病むってかいろいろ考えちゃうってことはそれだけ暇な証拠らしいよ。だから病む時間があるっていうのは暇だってことらしいです。こんばんは。しけましんさん、ゼニーありがとう。ヤンスユンクさん、結婚してだって。じゃあ11月4日のお話し会たくさん来てくれるならいいよ。そうね、確かに。でも考えないようにするのが意外と難しいんだけどね。でも確かにそれができるならそれが一番いいと思います。先輩とはあんまりお話しする機会ないんですよね。完売かん、今回は本当難しいみたいになって、何がお話し会を完売させることがあってこと。357-0503、コスモスたくさんありがとう。お花です。昨日温泉入ってた、いいな温泉。ティーも行きたい。この前温泉眠っ。眠いですね。前のパパさん、4日ちょっとだけ出しといて、わー本当にありがとう、嬉しい。ありがとう熊根パパさん、本当に。たくさんお話しようね。おでこかゆう、なんかそう、おでこ、あのさ、もともと今日前髪下ろしてたんですけど、ケープ振りすぎちゃっておでこにめっちゃついててさ、ペタペタしてる、やだ、だから。しないかも。落ち込まないけど、落ち込みはしないけど、いろいろ思うと思いますね、さすがに。そのうち考えてもどうにもならないことはしてる習慣が見つかる。本当、大人からのアドバイスですね、それは。あ
ありがとうございます。人差し指空に向けて巻きつけよう。仕事で究極の忙しさを経験すると本当にそう思う。ええー、よね。なんかね、言ってた、誰かも、有名な誰かも言ってた、芸能人の人もね、誰か言ってたよ、あの病んだりするってことはそれだけ暇なんだって確かにってめっちゃ思うよ。前髪固めてたよけど、もう朝レッスンしてちょっと経ったらもうピンで止めてました邪魔だから自分前髪ない方が楽ちんで好きなんで。眠っいくらでもする気がするんだけど、で本番でも緊張するよ。そういえばくるみちゃんがこっち側でつけられたのめっちゃ久しぶりなんですよ。今までずっとこっち側だったけど、最近はこっち側で付き合えるようになりました。広島はね、寒いんじゃないかな。寒い気はする。結構そう、昨日さ、昨日なんでそうなったのかわかんないんだけど、ペットボトルを立てててそこに顔がガンって当たって、ペットボトルの人が目のこの辺に当たったんよ。この辺りに。もうそれでめっちゃ痛くって、もう気絶するかと思った。まためっちゃ痛かったんですよ。本当に痛すぎてびっくりした。うんね、目に当たらないで、ちょっとよなんか寄ってた、んちょっと離れてたのは本当に良かったけど、もうめっちゃこの辺の骨がうってなった痛くてびっくりした。最近ね、良くないんだよね、なんか生活習慣は良くないです。今まで12時1時とかまで起きてたら、わあもう寝なきゃってなるのにさ、1時とか超えて寝るの普通になってしまって、よくないなって思う。1時2時とか余裕で超えちゃうから気をつけようって思う。牛トロさん、お疲れいちです。こんばんは、はじめまして、シティ483期研究生の藤井玲です。ゆっくりしてってください目は無事ですよ。
なんでお払い？睡眠ね、めっちゃ大事よね。わかる。寝な、全然ちょっとしか寝なかった日って、なんかちょっとしか、ほんと3時間とかしか寝ないぐらいなら、3時間とか4時間、3、4時間とかしか寝れないぐらいなら、もう椅子オールした方が気分いいことに気づいた最近。ちょっと地味に、なんかちょっとだけ寝ると余計しんどくなる。だったら寝ない方が楽です。例え話で教えてほしかった人生でしたって。え、何が何が、この話、あの昨日のお話ですか。マシンガーさんお元気、ありがとう。お元気よ、マシンガーさんもお元気。ありがとう、こんなになんか素敵なものをありがとう。占い行ったことないよね私。行ってみたいなって思うけど行ったことないや。行ってみたいね占いね。占いって何があるの、何ができるの、自分の今後の人生が知れるん。あ、やっぱあと3分だ。ちょっとメール送りたいのでね、今日は少し早めに終わらせようと思います。確かにお肌には良くないわ。そうね、そろそろ壇上見たいと思います。あ、皆さんお話し会も11月4日がおすすめなので、ぜひぜひ11月4日会いに来てください。もう11月4日を大大大大大推薦します、私は。それでは壇上見ます。13位のんたんさん、ありがとう。12位やしげあきさん、ありがとうございます。11位357050さん、ありがとう。10位ゆうさん、ありがとう。9位 STO にむちゅうさん、ありがとうございます。8位石剣マシンさん、ありがとう。7位トウワコさん、ありがとうございます。6位うらべさん、ありがとう。5位トトミチさん、ありがとう。4位ルパーさん、ありがとう。3位マシンガーさん、ありがとうございます。ありがとう。で2位ミヤッチ、ありがとう。で1位はクマネババさん、ありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。じゃあまた後でねー。